ジャンプ中国で子どもの肺炎を含む呼吸器疾患が猛威ゼロコロナの影響原因不明の子どもの肺炎に WHO 情報を公式に要請 官営メディア、コロナ禍の間に生まれた子供、呼吸器疾患の免疫が脆弱。冬を迎える中国で呼吸器疾患が広がっている。専門家らは、コロナ禍の間に生まれた子供たちの免疫が以前より大幅に弱くなったためだと指摘した。中国官営グローバルタイムズは27日、医療専門家の話を引用し、 今年の冬は呼吸器疾患が例年より大幅に増加しているとした上で、これに対抗する一般国民の免疫が減少したことが原因だと指摘した。首都医科大学附属北京遊安病院呼吸器感染性疾病科の李道祖主任は、コロナ禍の間に生まれた子供たちの多くはこうした呼吸器疾患の病原菌にあまりさらされなかったので、以前より弱くなったとした上で、 その結果、今年の呼吸器疾患の感染率は過去3年間に比べ大幅に増加し、2019年の水準を超えたと述べた。中国は2020年1月から3年間徹底したゼロコロナ政策を維持した。中国では北部地域の子どもたちを中心に呼吸器疾患が大幅に増加し、社会的な問題になっている。 病院が多くの患者で混雑している様子が SNS を通じて広がっている。特に原因不明の肺炎が増加していることが知られると世界保健機関 WHO は22日中国政府に子供たちの間で集団発生している肺炎と最近増加している呼吸器疾患に対する詳細な情報を公式要請した。 これについて中国国家衛生健康委員会は26日記者会見を開き最近の呼吸器感染性の病気はインフルエンザを中心に様々な呼吸器の病原体が重なったことと関連していると明らかにした中国の専門家らは今後12週間以内に子供たちの呼吸器疾患がピークに達することになるだろうと予想している 病気になった子供たちが増えると一部の学校は臨時休校に入った。北京市教育委員会も25日、呼吸器伝染病の発病率が高い時期に入り、感染した子供の数も増加したとし、生徒が病気の場合は宿題を厳しく要求しないようにすると明らかにした。一日平均1万3000人 中国北部で子供の肺炎急増の不気味。情報操作への懸念も。子供の肺炎のクラスターが発生している中国北部。コロナ初期に中国への対応の甘さを批判された WHO は中国当局に詳細なデータの提供を要請中。北京を含む中国北部で肺炎が急増し警戒感が高まっている。 子供の罹患が多く病院に患者が押し寄せる様子が SNS に投稿されている。天津の小児科病院では患者が1日平均1万3000人に及ぶとの投稿が。両年省大連では収容しきれない患者が待合室で治療を受けている。こうした状況はコロナウイルスのパンデミックを経て 資金や人員が不足し、地方都市の医療体制が逼迫していることを物語る。また、コロナ初期と同様、パニックを抑えるために、中国政府が情報操作を図ることも懸念されている。政府系の英字誌、チャイナ・デイリーによれば、急増しているのはマイコプラズマ肺炎とみられる。北京の小児科医は、症状の悪化する患者が一定数出ているが、重症者はほとんどおらず、 関連紙も報告されていないというコロナ初期に中国への対応の甘さを批判された WHO は中国当局に詳細なデータの提供を要請し協議した引き続き状況を注視するという中国などで拡大謎の小児疾患の正体は歩く肺炎化 中国で子どもを中心に謎の疾患が流行していることが先週報じられて以来、歩く肺炎の主要因であるマイコプラズマ菌が注目されている。原因には呼吸器・合胞体ウイルス、RS ウイルス、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症が挙げられているが、おそらく最も重要なのがマイコプラズマ菌だ。中国メディアは 国内の小児科病院の一部が患者で溢れていると報じた肺炎症例の波は国内各地へと拡大世界保健機関 WHO は中国に対し推定される感染源の詳細情報の報告を求めたこれまでのところ中国当局は基地の病原体であるマイコプラズマ菌、RS ウイルス、インフルエンザ新型コロナウイルスを病原として挙げている マイコプラズマが原因の細菌性疾患は症状が比較的軽く発症しても歩けるほどであることから歩く肺炎と呼ばれているが症状は数週間続くこともある一般に入院を必要としないが免疫が発達途上にある幼い子供は重症化するリスクがある中国で原因不明の肺炎が拡大し病院がその対応に追われているという報道は 新型コロナウイルス流行の初期を早期させるものだ。だが、WHO の疫学者、マリア・バンケルコフは24日のインタビューで、これは2019年12月と2020年1月の状況と同じではないと語った。中国以外でも韓国とフランスで同様の肺炎症例が増加しており、主な原因として、マイコプラズマが疑われている。 韓国では確認された症例数が10月中旬から11月中旬の間に2倍以上となっている。韓国疾病管理庁が発表した概要によると、11月第2週に急性細菌性呼吸器感染症で入院した患者236人のうち226人96%がマイコプラズマ肺炎を発症していた。特に、 新規患者の80%が5歳未満だった点が注目される。さらに当局は韓国で寒い気候が早期に訪れたことが症例の急速な増加に寄与した可能性を示唆した。マイコプラズマ肺炎は一年中いつでも発症し得るものだが、冬季に増える傾向がある。北半球でも南半球でも、冬季にはインフルエンザ、風邪、 各ま様々なウイルスによって起きる。風邪と似た症状を起こす RS ウイルス感染症がほぼ必ず増加する。細菌感染症にも似たような季節性がある。細菌感染症は日和見性であると言われ、何らかのウイルスによって免疫系が弱まることで発症する。例えば、インフルエンザ、RS ウイルス、あるいは一般的な風邪にかかった人は、 上気道や下気道の感染症である気管支援や肺炎を引き起こすことがある。新型コロナウイルス感染症が今も広まっていることで人々の免疫が弱まり、マイコプラズマ肺炎の急増につながっているという説もある。新型コロナウイルスに感染した人の一部で免疫機能障害が数ヶ月以上続くことを示す証拠はあるが、新型コロナウイルスが原因の免疫障害が蔓延している証拠はない。 一方、新型コロナによるロックダウン中に季節性疾患が減少したことで、免疫負債が生じ、マイコプラズマ感染の増加につながったという説もある。現在の中国における状況を受け、WHO は新型コロナの流行により発生した免疫ギャップにも言及している。ソーシャルディスタンスや移動制限など、新型コロナの拡大を防ぐために講じられた措置が、インフルエンザ、 RS ウイルスなどの疾病に対する免疫を弱め、マイコプラズマのような日和み感染を起こしやすくなった可能性があるという考えだ。しかし、この仮説に関する統一見解は出ていない。むしろ専門家の間では、一般に広く免疫負債が存在しているという説については、以前から懐疑的な見方が示されている。例えば、感染後の免疫がどれだけ続くかは、ウイルスによって異なる。 インフルエンザウイルスの場合、ある年の感染が翌年の感染予防につながるかどうかは、その年のウイルス株が前年の株とどれほど類似しているかによって異なる。さらに、マイコプラズマ感染が周期的に流行を繰り返している、過去、2011年、2015年、及び2019年に急増したことも、現在の症例急増が免疫ギャップとは無関係であることを示唆している。 マイコプラズマ菌やマイコプラズマ感染につながるウイルスの拡散を防ぐためには、マスク、換気、手洗い、他人との密な接触の回避や体調不良の際には外出を控えるといった対策が推奨されている。もし発症した場合でも、アジスロマイシン、テトラサイクリン、マクロライド、フルオーロキノロンなど様々ままな抗菌薬で治療可能だ。 台湾、空港などでの水際対策強化。中国での呼吸器疾患増加受け。中国の一部地域で呼吸器疾患の発生が増加していることを受け、衛生福利部、各個保健省疾病管制所のラ・一金キン報道官は27日、空港や港湾での水際対策を既に強化していると明かした。 現地メディアの報道によると、中国では今年10月以降、インフルエンザやマイコプラズマ肺炎などの流行により、一部地域の医療機関で休館が急増している。ラシによれば、空港や港湾では検疫所の警戒を強化したほか、中国や香港、マカオからの入国者に対し、症状がある場合は医療機関を受診するよう注意喚起している。また、 医療従事者らに対しては受診者に関連する症状が見られた場合は渡航歴を確認するよう通知したとした。さらに中国では患者増により診察を受けるまでに時間がかかる恐れがあるとし、免疫力が比較的弱い高齢者や幼児はしばらくの間不要不急の渡航を自粛するよう呼びかけた。 やむを得ず渡航する場合は、インフルエンザや新型コロナウイルスのワクチン接種を強く進めるとともに、現地ではこまめな手洗いやマスク着用で感染を防ぐよう伝えた。